今回お友達のさとこさんとオークランドから南に車を走らせてテアロハという小さい町にやってきました。ここは温泉が有名な町です。一人。あそこに可愛いマークあれ。今回はオークランドの南側のテアロハとハミルトンに行ってみました。ちなみにテアロハというのは愛、ラブという意味です。ちょっと行ってみます。足湯なのかな。これ池ですね。紅葉を楽しむ池です。ここに噴水が出てるそうですが、今日は見えません。この下にスパの施設があります。ちょっと硫黄の匂いがします。ちょっと天気悪めです。今回の旅の目的のミネラルスパにやってきました。30分、45分、60分と温泉に浸かれる時間が選べます。なんかヌメヌメしてる。こういうふうに個室になってます。お湯は結構ヌメヌメしていて、匂いは特になかったです。こういうふうに、成分も書いてありました。ちなみに私たちが今回泊まったホテルがこちら。町には何軒かホテルがあるので、ぜひ宿泊してみてください。お部屋はとっても可愛くて清潔で良かったです。共有のリビング、キッチンがあるので、朝食と夕食をここで作って、食べることができます。お天気悪い。ホテルにチェックインするとこういうミルクをくれます。結構あちこち泊まるとくれますね。朝コーヒー飲むときにちょうどいいです。これが芝生の上に、ケンブリッジという町に移動してマーケットにやってきました。マーケットに来ました。降ってきた。なんかね、すごい良くて、そこドーナツ屋さんとか。ここは毎週土曜日にやってるそうです。朝8時から12時まで。お魚も売っております。あとは結構野菜系。レタスマート、フィジョ。すごく美味しそうなドーナツを買ってみました。ハミルトンガーデンに来ました。雨ですが、こんな入り口、なんかトイレが緑緑してて可愛い。前回10月にハミルトンに来た時にここに来そびれてしまったので。わあ、かわいい。こんな感じで行ってみます。ここに地図が、あ、こういう風になってるんだ。今ここから来たんだ。こんないっぱいあります。ここはジャパニーズガーデンです。なんか浦和の植物園から寄贈されてる。へえ。あ、なんか急に日本。庭が、おー、きっと見ます。
好きなんだよな、これな。おお、京都ですね、まるでね。あ、紅葉がすごいいい感じ。植え込みの中に入らないでくださいと書いてあります。きっとね、入るんでしょうね、みんなね。素敵、秘密の花園、中国です。チャイニーズガーデン。こんな竹林が、すごいですね、こんな。あ、なんかここはインドの庭です。インドの庭に今いろんな国の人がいます。あそこはなんか面白いアラビアっぽい感じの格好の人とね。え、あとはなんか中国人がここ越しに写真を撮ろうとしてますけど、通り道で撮ろうとしてます。あとなんかそこ集団がカオス状態です。多分あのニュージーランドでちょっとディズニーランドに行きたいなみたいな時はここに来てもらって、ちょっと異国感を味わえるといいと思います。事実です。こう来て、こう来て、ここにいると、なるほど。あれ、だいぶ来ました。でもあそこはどこだろう。エジプトはどこにあるの。エジプト、私の妄想でした。いや、エジプトって書いてあるんですよ。なんか面白い、いろんな扉があってそこに自由に入れる。どこ行きましょう。これレモンが密集してます。よくこれお姉ちゃんに見せたい。お姉ちゃんレモン育て、今も育ててるかな。お姉ちゃんすごいレモンが育ってます。たわわにキウイがなっております。エジプトエリアです。おお、わ、青が綺麗。すごい綺麗。おお、あそこも動いてる。あ、本当だ。なんか不思議なところに迷い込みました。ちょっと私たち小さくなったようです。動いてるんです。見えるかな、これが動いてる。面白い。あ、動いてる動いてる。なんかトロピカルなところにやってきました。わ、なにこれ。振り返ったらいきなりなんか変なのびっくりした。なにこれ。ハミルトンガーデンいかがでしたか。いろんな国の庭だったり、テーマがコンセプトがある庭だったりがたくさんあってすごく面白い場所でした。この後ちょっとハミルトンの街をご紹介します。もう映るぐらい雨粒が。知り合いのとしおさんとまさこさんがやっているおうどん屋さんにやってきました。マイカとうどんにやってきました。私は肉、さとこさんはきつね。頑張って働いてらっしゃいます。いただきます。ダックアイランド、かわいい。わ、混んでる。タカプナと、オークランドのポンソンビーにもあるダックアイランドアイスクリームですけれども、こちらのハミルトンが本店ということでやってきました。テアロハから、
ハミルトンまでの旅いかがでしたでしょうか。テアロハは結構穴場スポットだと思います。おすすめです。